どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。さあ皆さん、お知らせです。今月もですね、このお知らせをできる期間がやってまいりました。さあ、いつも使ってるこのガズレレ G ラボのウクレレたち、はい、ここにも並んでますけれどもですね、ガズ使用中のこのウクレレたちの販売と予約をご案内する動画でございます。はい。毎月ね、後半になるとね、このお知らせさせていただいてるんですけど、2023年の6月はですね、21日からの正午から、販売と予約を再開いたしまーす。これね、ちょっと調べたんですけど、6月21日って、夏至。夏至だそうですよ。こうなんか、夏が、これから夏になるよっていう時らしく、まさに素晴らしいタイミングですね。6月21日の正午ぴったりより、Gラボウクレレたちの販売予約再開です。まあ、いつものようにもういろんなラインナップは、この10周年モデルは限定モデルなんでですけど、はい、薄レレとか、これはヴィンテージシリーズ、これはソプラノとかね、コンサートサイズとかあります。ブラックビューティー、こちらもいろんなサイズ、ソプラノコンサートあったり、ピックアップが つけられたり、つけられなかったりね、はい、ガズモデル、こちらももちろん当然あります。これはソプラノコンサート選べたりとか、フレットの長さとかね、ピックアップがついてるついてないっていうのを、それ選べるのがね、この G ラボのウクレレの素晴らしいところでございまして、はい。これが一番スタンダードなわがままウクレレですけれども、はい。とにかくね、ちょっと最近 G ラボでもですね、ウクレレのラインナップかなり増えてますんで、ぜひご確認いただきたいです。ホームページにびっちり書いてありますからね、公式ホームページを見ていただくといいと思います。概要欄にも、もちろんリンク貼っておきますけれども、よろしくお願いします。で、その、ちょっと一応参考までに、そのピックアップがついているかどうかとか、ウクレレのサイズの違いとか、薄レレとか普通のね、ボディの厚さも選べたり、フレットの数も選べたりとか、いろいろね、選べる仕様になってるんですけど、結構多いのが、どんな仕様にしたらいいかわからないですっていう方多いんですよね。そんな時はですね、G ラボのスタッフさんが、丁寧にお答え、皆さんに相談にも乗るし、選び方っていう動画もあるんですよ。G ラボガズレレウクレレの、フレットとかいろんなこと選び方の、ご解説動画も概要欄にね、URL 貼っとくんで、ぜひちょっと興味ある方、どんなのが選べて、どんな風になるのか分からなかったら、スタッフさんに、Gラボスタッフにいろいろ聞けるんでですね、その辺ご相談をしていただければというふうに思います。そして今回はですね、このいつものラインナップの他に、こっちもおなじみの Gオーダーです。はい。G オーダーは、これ、セミオーダーなんですけど、世界に一本の皆さんが選んだ、その仕様で、一本だけ作る、モジャがハンドメイドで作るというね、スペシャルなウクレレを、皆さんがオーダーできるよということなんですけど、これね、ご希望があればですね、その、セミオーダーウクレレが、ベトナムで出来上がって日本に到着した時に、ガズ自身が試奏しましてですね、その、レビューを、なんとガズレレ YouTube で公開するという大好評企画がありまして、もう結構、今までも取り上げていますね。なんで、もしそれもセミオーダー、オーダーして、ガズさんにレビューしてほしいなという方は、その旨もですね、そのセミオーダーのところで言って、このセミオーダーもね、いろいろ相談ができるようになってますんで、お気軽に、お問い合わせをくださればというふうに思います。そして、このラインがあるんですよ。B ラインというラインがあって、これは何かというと、もう機能はもう万全なんだけど、木目がちょっと、悪いっていうか、ガズさんは全然悪いと思わないですけど、まあ、そういうウクレレが B ラインという形でかなりリーズナブルになって、今回の、販売期間中に、少しですけどあるということで、ちょっとね、その辺もチェックしていただきたいんですけど、どっちなんですよ。明日のお昼に、ガズレレ公式ホームページで、販売というか再開されますんで、ぜひチェックよろしくお願いします。確認です。2023年6月21日、正午から G ラボのウクレレたち販売と予約再開されますよ。ということで、そのご案内でした。ぜひ、チェックだけでもしてみてください。よろしくお願いします。合わせまして、このソングブック5、オレンジ色のソングブック5が予約スタートになったよという話と、こちらの HMV 博多と、渋谷で無料イベント。これぜひ、このお店で予約してほしいなというふうに電話予約もできるんで、遠方の方もできると思うんですけど、この辺に関しての情報も概要欄に貼っとくんで、ぜひ、この本もご活用していただいてですね、どんどんウクレレで音楽楽しんでいこうぜということで、ご案内でした。それでは皆さん、楽しいウクレレライフをお過ごしください。さようなら、バイバーイ。